今回はね、ニンニクの植え方っていうのをね、話していこうかなと思います。で、ニンニクっていうのは暑さにね、弱い植物なので、まあ25度をね、必ず下回ってから植えるようにしてください。で、できればね、20度ぐらいになってから植えてあげるとね、失敗が少ないかなと思います。25度超えちゃうとね、枯れる方向になってしまいますんで、25度にね、ならなくなってから植えてあげるといいと思います。で、まずね、植えるところの環境なんですけど、今言ったんですけどね、冷涼っていうことで涼しいところをね、好みます。でも、日当たりの方はね、日当たりがいいところをね、好みますんで、日当たりが良くて涼しいところっていうのがいい環境っていう感じですね。で、土壌なんですけど、乾燥とかね、酸性を嫌うっていうことなんで、水持ちのいい土でね、しっかりとね、中和してあげてから植えるといいと思います。で、まあ、水持ちのね、いいところを好むっていうことなんで、マルチのね、ビニールとかを使って植えてあげるといいのかなと思います。で、株間はね、10センチから20センチぐらいっていうことなんで、まあ、10センチぐらいね、空けてれば十分かなと思います。で、覆土はね、6センチから10センチっていうことなんで、ニンニク2つ分とか3つ分ぐらいね、土をかけてあげるといいのかなと思います。まあ、プランターの場合はね、どうしても覆土っていうのは少なめになってしまうんですけど、まあ、その場合はね、マルチのね、ビニールを使ってあげると、まあ、割と育てやすいのかなと思います。で、まあ、さっきからね、言ってるように、まあ、乾燥に弱いですよっていうところなんでね、冬場もね、ほったらかしにせずにね、時々、まあ、様子を見てね、水をあげてください。冬場もね、まあまあ、それなりには乾きますんで、1週間に一遍とかね、3日に一遍とかになっちゃうとは思うんですけど、まあ、水やりがいりますよっていうところですね。で、肥料なんですけど、追肥は、まあ、2月の中旬頃ぐらいですかね。目安としてはね、ニンニクの葉っぱが、冬の間もね、ずっと葉っぱはあるんですけど、まあ、増えてきたなと、枚数がね、だんだん増えてきたなと思ったら、1回目の追肥をしてあげてください。まあ、液肥でね、十分なんで、液肥をバッとあげるといいかなと思います。で、2回目はね、その1ヶ月以内ですね、3月中旬ぐらいまでには、2回目の追肥っていうのをしてあげてください。で、その後はね、別に追肥は不要なので、別にね、わざわざ肥料をあげたりしなくても大丈夫です。葉っぱのね、増える時期に勢いよくね、葉っぱを増やしてあげて、あとはね、光合成で栄養を賄ってもらうっていう形の育て方になります。で、あとはね、とう立ちしてきたらっていうか、つぼみがね、出てきたら、つぼみがね、茎の途中に丸いポコッと膨らんだところが出てくるので、そういうのが出てきてからね、手でポキッと折り取ってあげると簡単に折れますんで、つぼみはね、摘み取ってあげてください。ほったらかしにしてるとね、そっちの方に、花の方にね、栄養を取られてしまって、まあ、球根がね、大きく育たないっていうことになっちゃいますんでね、とう立ちしたらつぼみは折り取るっていう形にしてください。ただね、あんまりにもまだ生えてきてすぐとかだとね、つぼみよりも上にね、葉っぱみたいなのがピョーンと出てるんだよね。だから折れなくて、先端しか出てなくて全然折れないとか、ちぎったとしてもね、まだつぼみは下の方にありますんで、まあその後ね、つぼみが出てきたりしますんで、そんなにね、慌てて折る必要はないんですけど、まあ花が咲く前にはね、まあできるだけ早い方がいいといえば早い方がいいんですけども、まあそれにね、慌てなくても大丈夫なので、しっかりと摘み取ってあげてください。で、まあそのね、折り取った芽はね、ニンニクの芽って売ってるやつと同じなんでね、食べてもらって大丈夫です。で、収穫はね、5月から6月頃っていうことなんですけど、まあ葉っぱのね、3分の2ぐらいがね、黄色く枯れたら収穫してもらえばいいのかなと思います。で、あとね、球根をね、バラバラにして1個ずつ植えるんですけど、時々ね、2本こういう風にね、生えてきちゃうことがあるので、そういう時はね、しっかりと根元のところを押さえてあげて、細い方ね、細い方だけを
引き抜くようにしてください。そしたらね、綺麗に抜けますんで、1本にねできますんで、太い方を残して細い方はね折ってあげた方がいいと思います。じゃあね、もう植え付け時期なんで作業していこうかなと思うんですけど、まあ植え付けまではできないけどね、まあ、軽くどんな感じで植えますよっていうのをね、こういう形でね、ニンニクってまとまってると思うんですけど、これをね割ってあげて、まあ大雑把で大丈夫なんですけどね、こういう形で一辺一辺に分けた状態で植えてあげてください。なのでね、一個のこのニンニクから5、6個ぐらいかな、取れるかなと思います。まあ物によってもね、品種によっても違うんですけど、こんな形で、まあニンニクをね割ってあげて、今回は5個かな、5個取れましたね。こんな感じで、まあ、いっぺんいっぺんにね分けて植えてあげてください。ということでね、今回はニンニクのね植え方というか育て方をね軽く紹介してみました。これからもね、ガーデニングとかいろいろな動画アップロードしていきますので、この動画気に入った、また見たいっていう方はね、グッドボタンとかチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。コメントもね、いただけるとすごくすごく嬉しいので、気軽に書いていってください。